はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、埼玉県杉戸町かなにございます大正軒篠屋さんというお店にお邪魔しております。ちょっと今日寒くて、久々にちょっと長袖を着てきたんだけど、本日はですね、約8キロもあるラーメンのチャレンジメニューに挑戦しますので、多分ね、暑くなることを予想して、初っ端からね、これ腕まくらせていただきます。ただね、今回は会員しなきゃいけないというチャレンジメニューではなくて、具材を完食した時点で OK ってことなので、実際に入ってる具材は 5.5 キロ。ただもちろん麺なので、スープ吸って完食する頃にはね、おそらく 6.5 キロ、減ったしたらそれ以上になるのかもしれないという、とんでもなくね、やばいチャレンジメニューでございます。で、大正軒篠屋さんなんですけども、もちろんね、お名前の通り大正軒系列のお店さんでして、言わずと知れたつけ麺発祥のお店なので、こんな感じでですね、中華そばだったり、まあ、つけ麺もちろんございます。それだけじゃなくてね、もうこんな感じでいろいろと限定メニューなんかも販売しておりますので、ぜひね、皆さんはチャレンジではなく普通にね、美味しく食べに来てください。で、今回のメニューはですね、その中でも中華そば、そちらをベースに作られるラーメンみたいですので、メニューはね、もう少々到着するまで待ちたいと思います。ということで、タイムですね、ラーメン到着しております。加工してないけど、すでにこの画面越しでですらね、合成に見えるサイズ感でございます。今回ですね、中華そばをベースとしたとんでもないトッピング量の特製の中華そばとなっております。で、制限時間がですね、45分と、まあ久々のね、こういうヤバいチャレンジなので、全力で頑張らせていただきます。よろしくお願いします。そしたら、カウントをお願いしてもいいですか。はい、はい、3、2、1、いただきます。いただきます。やば、どっから食っていいのか分かんないなこれチャーシューからね、いっちゃおうか。うわ、うまそう。これチャーシューすっげー量入ってる。いただきます。あ、うまい、うまい、うまい、やらか、うん、ちょっとね、メイン行きたいんだけど、具材行かないと届かないんで、先に具材行きます。卵と、うん、うん、まっ、あー、すっぶんめうん、あ、うまっ。スープ濃いっすね、濃度は。うん、まい、これ。げんこつ2日はだいぶ時間かかりますねこれ、うわ、麺多いなすごいっすね、すごいっすね、これ。うん、まっ。ちなみに麺だと茹で前どれぐらい入ってる？茹で前で、ちょっと待ってくださいね。結構これ入ってるよこれ結構入ってるよ、うん、約 2.4 キロ、はい、茹で前で、茹で前でで、も茹で後2倍近くなる感じですもんね。そうですね、倍ぐらいになる。そうすると麺だけで5キロ超え、
5キロ超え4.8とか4.8ぐらい、まあ、すいません、2.3 とか、うん、近いですね。でも230ぐらいまでやばっ。今回ね、具材が 5.5 キロなんで全体のマジで7、8割ぐらい麺を占めてる。全然あれ冷めないですよ。全然冷めないですね、これ。熱さがやばい。うまっ。あのね、みんなが思ってるよりもこのすり鉢の中すべてが麺だからね。マジで。この麺あれですね、メンタルにきますね、この見た目。すごい湧いてくるっていう。これなんだかんだ終わる頃にはほぼスープないかもしれないですね。結果8キロチャレンジかもしれない。普通サイズも十分でかいですけどね、これ。これね、これ並べるとこれ普通サイズみたいですね。いや、でも普通でも結局普通のラーメン屋さんの倍近くありそうな気もするしますけどね。すごいです。一杯が。ありますね。ありますよね。ありがとうございます。いや、これやばいわ。いや、これ制限時間60分のチャレンジでしたね。これ完全に見た目戻ったよね。そこから麺を出したら、うわ、麺多いな。今だいたい15分ぐらいかな、経過して、最初はね、もう溢れるぐらい、てか具材はね、もうもっともりもりの量だったんだけど、一応ね、そのすり切れのところから今このすり鉢のね、色が変わってる部分ぐらいまで、完食しました。多分厚み的には4分の1ぐらいか、まだいってないかも。まあ、後半はね、尻すぼみになるので、このすり鉢のサイズが量は減ってくると思うんだけど、間に合うかな。見た目戻りました。やば、めっちゃ増えるな、やっぱ。うわ、うん、
そうなんですよ、スープがほぼなくなってきてて、結局スープも具材になってますね。うん、減るのはトッピングだけっていう、麺は増える一方っていう、うん、心が折れますね。お腹いっぱいじゃなくて心がね折れそうですね。スープ足ります？あのスープ足したらシンプルにもっと増えるんで、さらに成長します、やめときます。あと15分ですね。20回な。そうですね、徐々には減ってますけど、きついな。あ、久々に背中が張ってますわ。マジっすか？うん、うわー、うわ、つさみさんの感覚これやばいか。面白い。うん、いや、マジでここまでガチでやってるの久々かもしんないです。うわ、
うん、終わっちゃった。うわー、これ、うわ、うわ、もしかしたら秋の器1個いただいていいですか。どれぐらい具材がちょっと余ったのか見てみたいなと思いまして。いやでもなんだかんだあと半玉はあるな。ということでチャレンジ自体はですね失敗という結果ではございますが、残りの量はねこれぐらいですね。おそらく並盛りあるかないか、まあ、トッピング合わせてギリあるかないかぐらいの量だと思います。大食い YouTuber さん、ぜひ、僕の敵打ってください。めっちゃくちゃ美味しかったし楽しかったです。ありがとうございます。いや、つけ麺普通に食いてー。いや、ごちそうさまでした。ぜひね、皆様も普通のね並盛りメニューなんかたくさんございますので、チャレンジメニュー以外にも、食べに来てみてください。こうやってエンディングもちゃんと取れるぐらいまだ余裕があるということは、昔にはまだ僕戻れておりませんので、今後もですねチャレンジですとかデカ盛りもしてって、また改めて胃の調整特訓していきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね、これから麺だけ食って味玉持ち帰っていいですか。もったいない、ちょっと味玉食ったら死にそうなんで、麺だけちょっと食べてトッピングだけ持ち帰らせてください。